っとご飯温めてきていいですか？いいよ。ありがとう。5周年おめでとうございますって書いてある。すごい。これを取って温めてくださいって。やばい、ちょっとこれ。こんばんは。パワーだ。あ、やばい、足がもげそう。うっちゃん、ありがとう、ありがとう。メモ。2月24日。じゃん、ありがとう。あ、やばい、呼ばれた。待て待て。焼肉弁当だったから持って帰ってきた、夜ご飯にするために。慣れております。なに、なに、わかるわかる、おめでとうって言ってんだよね。グーリー、ありがとう。クマユーカ、ありがとう。クマ、ありがとう。ゆうか、もう一個くま、ありがとう、くま、ありがとう。やっぱコーラにしよう。なんせったって5歳の誕生日ですからね。ということで、ノットイコールミー結成5周年をお祝いして乾杯。おぎちゃんの誕生日1日間違えて覚えて貼りました。え、違う違う違う、5月8日じゃなくて8月7日だと思ってたの。8月7日だと思っちゃう。全然違うんだけどね。いただきます。サラダは別に取っとこう。タレをかけてお召し上がれって書いてある。はい、髪型はいちご大福、チョコ大福です。いただきます。トッキー、ありがとう。ママ、ありがとう。カルビなんですよ。食べれるかな。嬉しい。いただきます。
祝いの、お祝いにぴったりな夜ご飯である。今日は配信がありました。ありがとうございます。ご覧いただけましたかでしょうか。5年間の一番の思い出が。でも私一番上に書いたのは写真集だよ。ちゃんとまともなのも書いてんの。でも何個か書かなきゃダメって言われたから、とりあえず書いてみたの。そしたらなんか採用されたの。絶対採用されないと思ったんだもん。なんかごめん。文字大きすぎたよね。視聴やばかった。すいません、思い出はいっぱいありますよ。いいです、それでみんなが笑顔になってくれるなら。おいしい。松田くん、ありがとう、くま。うん、ありがとう、くま。うん、いい匂いがするって。まあそりゃそうだろうな。おうち時間にやったんですよ。髪型かわいい。ありがとう。かわいい。ありがとう。かわいいらしい今日の髪型。褒めてくれた。いちご大、いちご大福、チョコ大福だよ。なんかさ、そういうさ、うん、なんだろう、感情を文字に書き起こすのが私本当に苦手で、日に日に苦手になってくの。分かんなくなってくるんだね、文字に書こうとすると。こう喋ろうって思うと喋れるんだけど、配信だと、ショールームだと。でもなんかブログとか、それこそ今日もツイッターに書こうかなって思ったんだけど、でもなんかさ、そもそもあの文字数制限じゃ伝えられないだろうし、なんか文章って書き起こすとさ、なんか書き起こすと文章になっちゃうけど、喋るとさ言葉じゃん。言葉の方が言いやすい。うん、まとめれないの。すいません、国語力なさすぎ。すいません。でも5周年で誰一人欠けてないのってすごいと思います。わかんないけど、ナイス、頑張った、ありがとう。うん、メソあったかいし、ありがとう。
同じ環境でこう活動してるからこそ思うけど、ダネスト言うと欠けてないのはすごいと思います。かわいい。だって暴れるじゃん、今ご飯食べてるから絶対お肉奪いに来るじゃん。何？お祝いしてくれてんの？すごいと思います、我ながら。すごいと思います。ボリ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 もぐもぐ伝わらなさすぎ。濃かったね。濃い。5年間を過ごしておりますけれども、まあ一旦お肉食べよ。皆さんは今日何を食べたでござる？5年間で一番変わったメンバー、名護かも。名護だなって思う。いや、めっちゃラーメン食べたいんだよね。でも、5年長かったと思う？すごいすごい濃かったけど、長いとは思わない。5年ってこんな一瞬なんだって思います。大変だし濃かったけど、コーラってなんでこんなに美味しいの？意味がわからない。だし今日の5周年配信を得て、周年コンサートやったろって思いました。しなしな、ありがとうくま、ありがとう。そうだね、なんかその憩いの10位は3つグループがあって、でも本当にどのグループもそれぞれのなんかカラーがあって、カラーっていうのはまあカラーもそうなんだけど、個性キャラがちゃんとあってすごいなって思うし、だからこそノイミンにしか出せない色があるなって改めてなんか思ったし、それを大切にしていきたいし、皆さんに届けていきたいなって思いますね。ね。トッキーあったか配信ありがとう。そうですね、だし私たちもまだまだやりたい会場とかやりたいこといっぱいあるし、
5年間濃く濃い時間を過ごしてきた、過ごさせていただいたからこそ、それをちゃんと生かした6年目にしたいですね。きなこが相槌を打ってくれてる。一つ一つの文章に相槌を打ってくれてる。どういう曲やってみたいとかある？え、でもバラード曲ってないんですよ、全体曲で。とか、大人可愛い曲とか、かっこ可愛い曲とかもうないかも。でもどんな曲でも嬉しいし、全力でね、みんなでこう作り上げたいって思ってるから、どんな曲でもそれがノエミのね、曲になったら嬉しい。ユニット増えたら、え、でも多分ですけど、ノイミーってユニット多い方だと思います。わかんないけど、すごいジョイちゃんがコンサートでカバーたくさんカバーしてくれて、ノイミー、それ見てノイミーってユニット多いんだなって思った。思わせもやってくれててすごく嬉しかった。びっくりした、やってくれるやってくれるって思ってないからさ。でもユニットだったのかな、わかんないけど、いや私見れてないですよ。お話し会だったから。でもすごく嬉しかったですけど、何が心配かって、まあみんながね、みんなすぐねどっかねはーって心がね行くので、まあ、それだけが心配、それ以外はなー、もう嬉しいことしかないです。アレンさんありがとう、くまありがとう。まあしょうがないですね。本当にすごいリハしてるんですけど、なんて来たらさ暴れるでしょ。暴れない約束する。来たぞ来たぞ来たぞ、根っこが来たぞ、根っこが。しょうがない、仕方がないですね、そればかりは。カチーユ結婚していいよなに、おいで、おもた
なの？重たくない？うわ重たいなのよ、きなこに。もふもふなに。あー、もふもふだ。ふっ、お肉だって顔してる。やばい、箸が、狙われている。かわいい。やっぱまだ顔はバブだね。かわいいだね、きなこ。すいませんね、ちょっと激愛しちゃって。かわいいもんで、すいません。爪切りたいんだけどさ、割れるからさ。登れないからね、机の上は。あなたのね、座る場所はないわよ。あなたの座る場所はないわよ。やめなさい。やめなはれ。もうこうやって物を置いてね、通り道を遮断していくスタイルです。新しいおもちゃ、確かにおもちゃで遊びないよね。ダメ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 。はいはいはい、通れませんから。おもちゃで遊びなよね。うん、遊びなよおもちゃで。うわー、きたー、きなこ。ご飯だから邪魔しないって約束だったじゃん。なんでそういうことするなの？もうすぐこんな暴れるの。かわいい。かわいい。大きいね。重い。きなこー、きなこー。ダメダメ、私のご飯だからダメ。うん、あおわ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 。お、行きました。助かります。コンサートあと1週間って本当ですか？やばいんだが。やばいよね、普通に。どうしよう。緊張するよ。移動間に合うかなとか、間違えないかなとか。転ばないかなとか。歌詞飛ばないかなとか。
会場でリハできるの。そうだね、なんかもう場合による、時と場合による。事前にリハできる時もあるし、まあでもそれも1日だけどね、当日リハの時もあるし。綺麗なステップで戻ってて、何綺麗なステップ踏んでんの私。やばい、私の服が餌食になっている。やめてー、あお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 来ました。頑張れ頑張れ。きなこ頑張れ。ごちそうさまでした。はーい、閉じればこっちのもんや。でもさ、にゃんこちゃんを飼ってるとさ、飾れないお花とかあるよね、多分。ガン見された。浅草寿司かわいい、ありがとう。あなたにはあなたのやつがあるでしょ、そこにおむちゃ買ってあげたじゃん。あれあれ3000円くらいしたんだよ、遊んで。お高級なおむちゃお高級なおむちゃ、それ
てた靴下遊ばないで。なんで靴下で遊ぶの？おもちゃあっちにあるじゃん。え、いいおもちゃでしょ。そうなのよ、遊んでたからちゃんと。ねえ、それは着圧ソックス。餌食になってる。最悪。やば。明日鈴木ソブ。え、そうだよ、多分。あるかな、アルブス。タカ、ありがとう、クマ。ありがとう、ということでね、まあ、ご飯も食べたわけです。けれども無事ね5周年を迎えることができて、はぁって思いますね。私がノイミーに加入したのは、加入っていうか結成された当初は18歳だったかな。確かなので5年が経って、え、17？ 17じゃない？2月だったし17かも。高3。高2？ 高2の2月だ。ギリセブンティーンじゃん。ピチピチ。すぐにね進級して高3になったから高3って思いがちだけど高2ですね。高2の2月だったから。でおもちゃあんじゃん、おもちゃで遊んでよ。あ、ひょ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 。ピチピチの頃に入ったわけですけれども、まあいろいろコロナ禍とかもあってね、本当に思うようにいかない時とかいっぱいあったし、みんなでねどうしたらいいとかいっぱい話し合ったりとかして、まあそれが普通かもしれないですけどね。どのアイドルグループも分かんないですけど、他は。でも私はなんか何かを頑張るっていうのが本当にすごいことだと思って、だって別に頑張んなくても生きていけるわけじゃないですか。だっても生きてればなんか時間は過ぎていくし、何もしなくても時間は過ぎていくけど、その中で何かに一生懸命になるっていうのがすごいことだなって思ってるし、まあ、せっかくねこの世に生まれたので一時期の人生をねなんか楽しいものにできたらなと思いながらアイドルしてますけど、でも私のおかげでねこう勇気を持って元気をも、あの元気を与えられたよってくれたり幸せな気持ちになってくださる方がいるって考えたら、その方々のためにもね生きようって思いて生きてます。日々生きてますけれども、そうですね、まあ楽しいことたくさんたくさん経験してきたし、5年間で幸せいっぱい感じたし、でも挫折しそうにな、おほーんなったこともあります。もうなこんなに生きてて大変なことあるとか。あ、キノコの毛、えっ、きょ、あ、ちょっと待って、つかみたい。ほっ、すいませんね。あんなに大変なことあるとか、もう無理だってってなる、もうねなってしまいそうになったことは
がみんなも一緒で、もう大変無理投げ出したいって思う時あるじゃないですか。そんな時に私がいて救われるなら私は存在しようって思いましたし、まあ世の中アイドルってたくさんいるからきっとね、それこそ目移りしちゃったりとか、私じゃなくて他の子でも勇気を与えられることがあるって考えたらおーんってなりますけど私からしか得れない何かが、得られない何かがあったらいいななんて思ったりもしますけど、そうですね、おーんって思ったりしますけど、でも私は本当にまあノイミーに入る前も一応アイドルだったので、もアイドルしか逆にしてないんだよね、ほぼ人生の、私多分人生の半分くらいアイドルなんですよ。だからほぼ勉強で学生かアイドルかしか知らないんですね。だからアイドルしかないんだよね私には。これからもね、皆さんが私をアイドルにさせてくれたら嬉しいななんて思いますけどね。浅草写真ありがとう、こちらがありがとうです。でも最近知ってくださった方ももちろんいらっしゃると思いますけど、もう5年経ってる今好きになっていいのかななんて言われたりするけど、そんなタイミングなんて人それぞれだし、好きか好きじゃないかっていう問題だから、好きだったらそれでいいと思います。あー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 、きなこ元気ね、よいしょ、かわいいなに、かわいいフェスティバル、あー顔がじわるよきなこ、その顔はちょっとおもろい。はい、もうダメです、悪い子なのでここにいてください。話しとのなくさ、あ、ごめんごめんごめん、別にいい話をしてるつもりはないんだけど、思うよね。まあ私はすごい何か優れてるとかそういうわけでもないですから、私を応援してくださる方はどこを好きで応援してくれてるんだろうってたまに不安になっちゃうけど、でもこれだけ好きって思ってくださってる方がいるってことは私にも好きになる要素があるってことでいいかな。存在してる意味があるってことでいいかななんて思うよ。そうですね、まあみんなに幸せと元気が与えられてたら私はもうそれでいいかなって思います。でもそのね、すごい日々支えられてるので、その恩はやっぱり常に返していきたいって思うので、6年目もいいお知らせができるように、いっぱいお会いできるように頑張りたいなって思います。はーい、くちーよ、尊い、ありがとう。沼の出口はないです、諦めて、人生楽しいモード、やばいな、ね、それバーノン頑張った、ありがとう。セカンド写真、あ、おぎちゃんが写真集発売決定しておりまして、めでたい、マジで一番に見たい、みんながみんなで見るって言ってたけど、もう 0.1 番目に見ますから、もう0番みたいな、もう絶対に一番に見たい、もう奪っちゃう。
ぜひ皆さんもゲットしてください。今でも覚えてる、私が写真集の発表した時、おぎちゃんがすごい喜んでくれたの、すごく覚えてる。おぎちゃんより先に全然見たいんだが、見たいんだが、そっか、私周年ライブで発表したんだ。何の音、もう本当に無理、なんかもう少しの音でも、もうってなる。でもきな粉は普通だから多分何も大丈夫だわ。きなこがこれでってなってたらもう終わり、もうあーってなってたけど、きなこはもうって顔してるから大丈夫だわ。これからもよろしくだよ、本当に何とぞそばにいていてくれたら鈴木はアイドルでいられます。好きな子は気配感じたらもう終わり、もうああってなる、あもう寝よってなる、もしやん寝よって言って寝ます。あれ寝ないよ、眠そうじゃん。写真かわいい、ありがとう。ちょっと歌歌いたかったんだよね、歌歌いたいの。でも寝るしかないから、怖かったら、怖くなったらもう寝る一択よ。あ無理って思って、箱押し、え全然全然許すだよ、最初から箱押しなら。歌えるかわかんない。痛い。低いんだよね、スマホの位置。はい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 。聞こえますの？デートの後22時入ってない。おお自分のくしゃみにびっくりしてるが、きなこが。何にしよう。ああ。歌えるかわからないけど、雨やがり晴れた空、ほら虹が見える、君が振り返った瞬間、秘密運指点灯、ああ
コツ雨は晴れて体育が始まる今日は外で短距離ちょっと憂鬱だそして土の匂いと生誕祭の香りが複雑に混じる同じクラスの女友達ゆるくはなハーフアーク振り返った風が吹くなんで今さらキュンと心臓が弾む笑った顔でパーと空気が動くなんで虹を見つけて僕に言ったんだろういつもだった光景なんと急にスペシャルだねきっと僕だけ思う秘密禁止点灯あー巻いちゃいくぞそう体育の後の風はほんのり涼しい君の赤い褒めピンクに変わった映えないくらいの色付きリップ気づいてる僕に気づいてほしいなんてわがままだなぜかすごい稲妻射抜かれた日から順序じゃないことも増えた気がするなぜか君以外のこと考えられないリスト妻の目日もかっこいいって思われたい難しいで恋はある種アクシデント秘密インシデント早すぎだとダメらしいし知らない恋のルール多すぎて戸惑うどんな曲を聴いても主人公は君あの時道がかかっていなかったらどうなるなんで今さらキュンと心臓が弾む笑った顔でパッと空気が動くなんで虹を見つけて僕に言ったんだろういつもだった光景なんか急にスペシャルだねきっと僕だけじゃない秘密インシデントでした。もう滑舌が終わっている。もうね、もうね、矯正器具のせいでね歌えないの全然。困ったね。キヒロ、アズサ、ミラボラ、ありがとう。リュウヤ、ミラボラ、ありがとう。ウッチャ、ミラボラ、ありがとう。ケメラ、ミラボラ、いっぱいありがとう。リクエスト何がいい？好きになってあ、今日の髪型いちご大福、チョコ大福です。覚えてください。
ってる君が綺麗ちょっと泣いた縮まることのない距離が眩しかった曲聴いてもきっとちゃんと聴いてもどうしても僕は君がいいな今日待っていたよだって会いたかったねえざわざわしたホールでさ君を思った花広いこの空間で星に混じってどんな気持ちで空になるのか教えてよ君がスパークルだから僕を苦しめる好きとか恋とかファンだとかそういうんじゃないんだ君がスパークルだから僕は生きてゆけるああなんかもう憧れの人だよの夜空の星僕みたいで嫌だなそんな光方何も見えないよハートはクローズンで君しか見かけないねえ電車でぎゅうぎゅう揺られ君を思うあの広い空から僕は遠く見えたああ今日の帰り道はいつもよりもちょっと苦しかった僕しかわかんないんだから誰も触れないで人が思うよりも深くて重い海を泳いでる僕しかわかんないんだから孤独でいてほしい空がこのまま残ってくれたら きっとこんな人がとか作り上げられてる君はずっとずっと繊細でもっと複雑な人だから君はスパークルなんだ僕を苦しめるこの世で一番君のこと思っているのにな追いつこうとしても遠くなるばかりでああなんかもう僕の全てなんだ夜が明けてきた今何をしてるのどこかで歌っていてバックスパークルでした。もっとグーフィートッキーバーナンミラボルありがとう。ラミミラボルたくさんありがとう。ありがとう。なななななな何をしてるの？どこかで歌っていて。
美女ありがとう、くまくまありがとう。ラスト、ああポニーテールリボンキュール、これが好きなんでしょ。あーよっしゃ行くぞ。
探しても探しても見つからない。宝物ってあったってびっくりだよね。君の好きなタイプなんて前からわかってるし、とびっきりサプライズは最高のタイミング。可愛いを詰め込んで大きめ毛もくる、そうだピンクのリボンにしよう、だって一番似合うもん。揺れる髪を見つめてる、君の目はすでにハート、もうあと好きになって、ちょっとあざといくらいがいいでしょ。まだ足んない、まだ足んない、もっとちょうだい、君の好きまだ足んない、教えてよ。ポニーテールリボンキュール、これが好きなんでしょ。ゆるく巻いてキュッとする、これが好きなんでしょ。あー、もう一回行くぞ。たまにはそうギャップなんかも見せつけて、天然にドジっ子とかちょっと飾り付け。だけど君から見た私はどんな人だろう。なんだかギャップ萌えて難しいものですね。前髪は短めで瞳見せつけて、そうだまつげも上げちゃって、だって君に会えるもん。たまに見せるストレート、もう一緒に外晴れも、ねえほらすでに君は私以外興味ないじゃない。好きでいて好きでいて、いつまでも追いかけて追いかけて、向こうまでもみんなに行くよ。言いたいことが何何、それで？知らないうちに目で追いかけてた、気づいた日には恋をしてた。全部全部君のためで、全部全部君が理由だって、一番好きだもん。揺れる髪を見つめてる、君の目はすでにハート、もうあと好きになって、ちょっとあざといくらいがいいでしょ。まだ足んない、まだ足んない、もっとちょうだい、君の好きまだ足んない、教えてよ。もっと見て、ちゃんと見て、好きになって、それじゃいいよ、まだ足んない、好きになって。ポニーテールリボンキュール、これが好きなんでしょ。ゆるく巻いてキュッとする、これが好きなんでしょ。指をさして軽くバキュン、これが好きなんでしょ。大好きって伝えてよ、ポニキュルでした。滑舌が終わっている、きなこやばい、時間がない。やばいやばい。アイズ、サジオグーヒー、あずさ、しおん、まうままこと、たかひろもっと、たかひろ、みらぼらありがとう、りゅうや、たかうっちゃん、あずさもと、しょま、あさくさ、
あ、ここまで読んだ。ありがとう。そして K メロかな。ありがとう、ありがとう、ありがとう。え、やっぱ音するよ、なんか怖い、無理かもしれない。寝るとか言ったけどさ、寝るわけなくない？無理なんだけど、どうしよう。ふぅ、ちょっとスクショだけでも残せてもらえたらなと思って。うっちゃん、ありがとう。少しだけでも残しててこの髪型で、あ、ちょ、イヤホン。イヤホンいらないね。うっちゃん、ありがとう。やばい、くしゃみ出そう。リオピ、ありがとう。ありがとう。周年おめでとうだって。ありがとう。ねえ、羊さんじゃないよ。これだから、いちご大福、チョコ大福だよ。羊さんは、ここ。ケイメロ、ありがとう、ありがとう。ありがとうねー。急ぎ足でごめんなさい。違うよ。羊さんは別の髪型。これは羊じゃなくて、いちご大福、チョコ大福。いちご大福、チョコ大福です。あ、終わんなきゃ、あと2分しかない。ありがとうございました。5歳お祝いしてくれてありがとう。来週は周年ありまして、明日もお話し会もありますので、あ、待って待って、 TGC もあります。来週の今日、何とぞどうかお力をお貸しくださいませ。ってことで、終わるんご。13位バーノン、ありがとうピコリ。12位ユウカ、ありがとうピコリ。くしゃみが出そう、出ない。11位浅草寺、ありがとうピコリ。10位トッキー、ありがとうピコリ。9位あずさ、ありがとうピコリ。8位たかひら、ありがとうピコリ。7位りゅうや、ありがとうピコリ。6位もっと、ありがとうピコリ。5位きひら、ありがとうピコリ。4位ラミ、ありがとうピコリ。3位りおぴ、ありがとうピコリ。りゅうちゃん、ありがとうピコリ。1位ケメル、ありがとうピコリ。ありがとう。ちょっとケメルのコメントが見当たらなくて。50年おめでとうって言ってくれてる。ありがとうでございます。6年目も何卒よろしくお願いします。頑張ると。きなこも挨拶して。バイバイって。バイバイは？おやすみは？目痛いの？ウィンクしてるけど、目痛いってこと？また明日。よいしょ。おやすみは？無視されます。すみません。無理みたい。5周年ありがとう。5歳。また明日。おやすみな。